将棋界はピーチボールのように、どこに来るかわからない、ボールに対して位置をきちんと決めて動くようにしたところです。で特に、ロボットの方に、カメラを置いてロボットから見て、ボールに対して位置取りをしているというところが一番のポイントです。